武蔵さんは数々のスポーツ選手にあだ名をつけてきましたが、ひろゆきさんにあだ名をつけるとしたら、別にあだ名つけ芸人じゃないですけどね、武蔵さん。うん、違うんですけど、あと僕はひろゆきさんは論破王っていうのが強すぎて、あの論破王って言われてるじゃないですか。まあまあ自分で言ったことは一度もないんですけど。そうそうそう、だからあの、いや自分で言わなくていいんですよ。ひろゆきさんが入場してくるときに、さあご存知論破王ゆっくりと入ってまいりましたっていうのはものすごく語呂がいいんですよ。でそれを超えるものがないんですよ。はい、やっぱりすごいもん論破王が。だから誰が最初に言い出したのか分かんないんですよね。あのね、読み人知らずって結構いいのありますよね、いろんなフレーズね。なんでだろうな、謎で広まってますけど。